アリゲーニー軍はアメリカ合衆国メリーランド州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は75,087人であり、2000年の74,930人から0.2%増加した。軍庁所在地はカンバーランド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アリゲーニーという名前は土地のインディアン、レナペ族の言葉で、 他の間を流れる最良の川あるいは、美しい水流を意味するウェリーック羽あるいはオリキャナから派生したものの可能性がある。アパラチア地域にある多くの軍が、様々な綴りではあるがアリゲーニーと名付けられている。現在のアリゲーニー軍を含むメリーランド州の西部は、1696年に植民地が作られた時にプリンス・ジョージズ軍に含められていた。 その中には現在の6軍が含まれており、分割による新軍の創設が繰り返された。1748年にはフレデリック軍、1776年にはフレデリック軍の中からモンゴメリー軍とワシントン軍が設立された。アリゲーニー軍は1789年にワシントン軍から分離して設立された。当時は州内で最西端の軍だったが、 1872年に軍政部からガレット軍が作られ、これが最西端になった。軍内には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録罪がある。エミー賞を受賞した女優スザン・ヌロジャーズはアリゲーニー軍で生まれた。NBC テレビのドラマ、デイズ・オブ・ア・ワ・ライブスのマギー・シュモンズ・ホートンの役で知られている。アリゲーニー軍は1974年から、 自治政府の形態を認められている。軍は選挙で選ばれる3人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。アリゲーニー軍は主に、アパラチア山脈のリッジバレー地域にある。北は、ペンシルベニア州との宗教である、メイソン・ディクソン線が、軍座会である。南は、ポトマック川とウェストバージニア州、東は、サイドリングヒル・クリークで、ワシントン軍に接し、 西はガレット郡である。郡西部には急峻なアリゲーニーフロントがあり、標高の高いアパラチア高原やアリゲーニー山脈への移行部である。アリゲーニーフロントの西にあるフロストバーグの町は標高が2100フィート近くあるのに対し、わずか8マイル離れているだけの郡庁所在地、カンバーランド市の標高は627フィートに過ぎない。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は429.82平方マイルであり、このうち陸地425.42平方マイル、水域は4.40平方マイルで、水域率は1.02%である。下記の山が軍内にある。うちは標高である。軍内の主要な鉱物資源は、石炭、鉄、砂岩、石灰岩である。 石炭層は軍西部のジョージズクリーク盆地に集中している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。うちは2010年データである。アリゲーニーンズ軍内には7つの自治体がある。うちは法人化年である。法人化された地域の間を埋めているのはベリーランド州議会で成立した法によって創設された議自治体の未法人化地域。 特殊課税地区である自治権限はなく、その地区の権限を変える場合には、衆議会に請願しなければならない。軍内には下記8つの特殊課税地区があり、うちはその指定年である。未編入領域も町と考えられるが、政府はない。アメリカ合衆国国政調査局、アメリカ合衆国郵便公社、地元商工会議所など様々な組織がその町を、 定義している。法人化はされていないので、その境界が定義されていない。アメリカが州国国勢調査局は、以下の国勢調査指定地域を登録している。その他の未編入領域として、次の町がある。メリーランド州公衆安全共生サービス省が運営するノースブランチ共生施設が、軍内カンバーランド市に近い未編入領域にある。この施設には、 男性死刑囚を収容しており、2010年6月にメリーランド州強制適応センターから移されてきた。ありがとうございます。